今日はね、コード小僧だよ、ジョリーから俺からっすか最近、ジョリーコード小僧やん、ね、うん、どうした最近。いや、あの、小言いっぱいつぶやいたらフォロワーが増えたから。あ、増えたやん。はい、確かに最近ジョリーのツイッター面白いもんな、ちょっと。あ、ほんますか。面白い、普通に。あ、嬉しいです。なんか、笑いもあって面白い、ちょっと口笑いみたいな。はいはいはい、ぜひちょっと皆さん見てください。ありがとうございました。まあでもさ、はい、昨日こうツイッター、まあ俺も最近ツイッターすごいやってて、はい、まあ、平本はさ、相変わらずあのブレイキングダウン広報担当みたいな感じでさ、うん、あのつぶやいてないけどさ、あのライジンガールのピンクの子がなんか、はい、ブレイキングダウンの選手がそのライジンの会場をでかい顔で歩くなみたいな。ああ、見ました見ました。はいはいはい、あったやん。めっちゃバズってたやん、それ。確かに確かに。うん、でそれに対してなんかジョリーは、なんかリプライしてたやんか。リプライじゃないわ、引用リツイートか。あ、はいはい。なんかあれめっちゃ面白かったんやけど、なんか要するに最近そのまあ社会風潮的に、まあ最近に始まったことじゃないけど、まあブレイキングダウンを認めるなと、要するに、うんうん、もうあんなんは格闘技じゃないし、そんな何日本の若者子供たちがそんなの悪影響を受けたらどうすんねんみたいな、まあ意見は結構前からある論争なんやけど、うんうん、まあそれに対して今ブレイキングダウン実際まあ数字すごい取れてるし、まあ俺も参戦するのにあたって、まあこういう議題というか話題に触れるのもまあありかなと思って、うん、で今回、まあ最近俺たちこの2023年に、まあ一発目に動画出したけど、その時に、まあ今年100万人登録絶対行くっていう目標を立てたやんか、うんうん、でそれに対して、やっぱりこういう、なんか一本の動画にするほどでもないかなみたいな動画でも、やっぱりちゃんと考えがあってやれば面白い動画になると思うし、うんうん、だそれについてちょっと喋っていこうかみたいな感じで。まあそうっすね。その時その時の時事問題を解決するのも面白いね。まあ解決というかそれについて触れていくのもありかなっていう。うん。うんうん、じゃあ僕思ったのが、うん、あのブレイキングダウン4、5、6、7ってなっていくにつれて、徐々に徐々にブレイキングダウンの興行自体の批判は減っていくどころか、評価されだしてるんかなってはたちょっと感じてる部分もあって。うん、いや評価もされてるし批判も増えてる。うん、ああ。うん、どっちかっていうと、その批判って、興行自体の批判じゃなくって、選手に対する批判は未だあの減ってないかなって思ったっすね。まあ選手に対する批判でもあり嫉妬やな。うん、うん、それはめちゃくちゃあるから、うんうんうん、だってその思うけど、あのそれライジンガールズの子が、はい、でかい顔して歩くなみたいな感じのやつあったけど、はい、そうブレイキングダウンの選手って一括りにしてしまってるやんか、うん、俺それ違うと思うねんな、俺個人としては、うん、なんか、まあそれはダサい選手、これ俺が登場した時も言ってたけど、ただ悪態ついて大した努力もせずに生きてるだけで、うん、みたいな選手がおるから俺は本物の格闘技を見せに来たっていう自分の信念を持った上で行ったんやけど、その気持ちはすごいわかるけど、うん、みんながみんなそういう目線で見られるのは俺自身としては嫌かなっていう、うん、やっぱ俺はテル君とジョリー、まあ、自分のメンバーやけどに関してはちゃんと努力をした上で価値を積み重ねていって、別にそんなでかい顔して歩いてるとも思わんし、ジョリーを除いて、いやいやいや、じゃあこれ物理的に顔がでかいってことだ。ええ、うるさいわ、もういい。俺の顔見た。なんでジョリーが俺の顔見た。なんで確認して俺の顔見た。見やんでいいや、今いちいち。え、千と千尋のさ、おい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 、まあまあって言ってるやつや。おいおい、あれ俺やん、それに見えた今。マジで言ってる、はい、いやもうそんなこと言えば、その時事問題行こう。髪の毛も結構飲みましたね、てるくん。もう俺の話いいから、時事問題行こう。もう終わらんでいいから、時事問題行こう。あれ、一人でやっときます。まあ、俺は今回初参戦というか、なんか、俺は正直特別枠であるやんか。うん、ブレイキングダウン選手っていう枠じゃないから、絶対に俺は。だから、それについては、二人の方が思ってることあると思うから。うん、だから、二人に喋ってもらおうかなっていう。まあ、そうっすね。うん、まあ、こことこそちょっと喋らせてもらっていいですか。ええよ。まあ、ルキア君がブレイキングダウンに出て、こんなとこ出てんなよっていう批判って、うん、意外に少なかったじゃないですか。いやいやいや、ある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 。え、あります？ある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 。全然ある。うん、俺の見立てで7、3かな。まあ、7は楽しみにしてくれてる。あ、そうそうそう。ありやなっていう。安保みたいなやり方もありやなっていう、うん、思ってくれてる人が、話を結果分かった上で分かってくれてる人が7かっていう印象かな、うんうんうん、でも3は、あ、金に目がくらんでとか、その影響力とか知名度とか、そんな、なんか目先のものにみたいな感じが3ぐらいっていう印象、はいはい、俺は、うん、あ、じゃあ僕もほんま真逆で、うん、8対2ぐらいでライジンなんか勝ったんだみたいな。あ、ジョリーはそうやな。そうっす、うん、で、片や2割ぐらいが、まあ本気で頑張ってる姿、私たちは見てるよみたいな、うん、DM とかありがたいことに来てくれたりとかするんですけど、じゃあ俺はその8の人にちょっと言いたいことがあって、じゃあブレイキングダウンに出てるからといって、
まあ、同じようにあの各地でプロ練してる強い選手たちがいっぱいいる中で、僕はそういう人たちと一緒に練習してるわけやし、まあ、毎日練習もしてるわけやし、ブレイキングダウン出てるからってそのライジン出たりとかっていう夢見たら、まあ、あかんのかなってちょっと思いましたね。夢を語るのって別に悪いことじゃないかなって思うし、それをあの本気で目指してるからこそ、なんかそういうこうやって結構その鼻につくんですよね。タバコもやめましたし、今年から。え、マジでやめました。え、マジでやめました。そうなん。次戦う相手が圭之介さんなので、もう本気で格闘技にちょっとのめり込もうと思って、あの練習の日も週5、2部練やってます今。ん、実は言ってなかったですけど、マジっす。ポーズやろそれ。え、やってみてやろ。昼連絡したら練習してましたって言ってるわ。そうっすね。うん、昼、そうなんや。昼と夜、ね、やってんな。はい、俺と同じぐらいやってるやんじゃん。まあそうっすね、多分一緒ぐらい。へえー、まあでも今年から入ってまだ2週間ぐらい経ってるんですけど、まああとは継続するだけなんですけど、まあその今やってる中で、まあ、あんまり言われるのは好きくないかなっていう感じですね。しかもまあ今回その相手が圭之介さんっていうのもあるじゃないですか、うん、なので、あの圭之介さんってアウトサイダー卒業してからもプロの試合出たりとか、めちゃくちゃいろんな大会出たりとか、あと先生として弟子たちと毎日練習してるわけじゃないですか。まあ圭之介さんはめっちゃやってるな。はい、うん、なので生半可な、まあ、覚悟じゃ絶対勝てない分かってます、うん、なのでちょっと練習環境を変えて、練習スタイルも変えて、頻度も増やして、ちょっと本気で取り組んでいこうかなって思ってますし、これで、まあ、今回圭之介さん倒すことによって、ブレイキングダウン初のライジン選手、ブレイキングダウンからライジン選手に なれた第一人者に俺はなりたいんですよ。ああ、ユージさんパターンじゃない、パターンな。あ、そうです、逆ですね。そのためにも、なんか圭之介さん倒すことって、もし倒せたら、まあ、一つそれ区切りになるなりますし、まあ、こんなことを言ったらバカにされるんですけど、まあ、俺は夢の自分の夢を叶えたいんで、まあ、他のやつに何言われようが、俺は俺を突き通します。まあ、夢をさ語るときにさ、バカにする側とさ語る側はどっちがかっこいいかと思ったら、俺は語る側の方がかっこいいと思うから。はい、うん、それは全然そのままでいいと思うし、バカにされても、はい、自分の思い描いた夢を達成するための努力をしてれば、やっぱ自分自身になってくるし、それやってることって間違いないやん。はい、だからそのまま今のジョリンを継続してほしいな、俺らの気持ちとして。ね、やっぱり俺もずっと言ってたやんか、いやお前ほんまに目指したいんだ、タバコやめろと。はい、結構前から言ってたやんか、はい、でもやっぱ吸ってたやん、吸ってたし、あと正直練習に対しての根性はめっちゃあんねん、ジョリン。ただ継続せえへんなっていう印象やった、すごい。そのやる、俺がやろうって言った時めっちゃ頑張るけど、それをずっとやらへんみたいな。だから変わってるんじゃないですかね、まあ、このまま。でもほんまにそのみんなが言ってる気持ち分かるっていう意味が、もちろんブレイキングダウンとかのパフォーマンスでライジンに行って俺勝てるとは俺も思えへんの、絶対に、うん、それは。だからそこは絶対にジョリ自身変わっていかなあかんとかやと思うし、うん、そうっすね、うん、まあ、練習内容ブレイキングダウンの練習だけじゃないです、うん、ちゃんと5分3ラウンドの MMA に向けた5分10ラウンドスパーとかめっちゃ取り入れてやってますね、まあ、ほんまに今全身筋肉強いです、マジでやばいです。じゃあそういうとこやる、そういうとこやるよな、なんかな。いやでもこう、やっぱりジョリー今までやってなかったや。やっぱジョリーが言ったらこうなってしまうのを徐々にちょっと変えれるようにね。確かに、ジョリーの行動で今の俺の反応がリアルなんだもん。ジョリーこうやってた時にあ、こいつ当ててんだ。俺思った。え、俺も思った。だから多分視聴者もそう思ってんの。あ、だからそれを変えていくにはマジでそのほんまに口だけじゃなくて、ジョリーこれマジでこれライジン行って一生とかじゃなくて、もしかしたらチャンピオン寝れるんじゃないか、うん、ぐらいの結果とその努力を見せていくことがやっぱ必須かなっていう、うんうん、まあよかったやん、その、ね、な、ありがとうございます。頑張っていこうぜ。頑張っていきます。てるくんどうすか。え、僕がそのライジンの女の子が言ってた発言に対して、まあ別にそれだけじゃない、女の子だけじゃないですけど、例えばその世間のまあ評価、ブレイキングダウンの選手に対しての評価、多分結構その格闘家として勝たんなとか、うん、まああるじゃないですか、うん、まあ、そういうのに対してどういうふうな意見を持ってるのかなっていうのは聞きたいですね。
もうリアルな話したら、もうそう言われてもマジで何とも思わないというか、あ、まあ、自分はただブレイキングダウンで、まあ、一番の選手になりたいし、まあ、それは揺るぎないし、うん、周りが何を言ってようがあんま気にならんタイプやから。ああ、そういうことね。でもなんかその俺もライジンの会場とか友達出たら見に行くねやんか、はいはいはい、でその時に声をかけられんの。まあテル君格闘家の友達多いからな。そう、うん、声をかけてもらう時に写真撮ってくださいって言われて、うん、もう俺も普通に「あ、分かりました」って言って撮んの、やっぱりそれを、うん、で、まあ、それを見ている、もし見てたら、まあ、でかい顔っていうか、まあ、結構なんかこうグワーってなってくれんの、まあ、ありがたいことに。まああれはですね、写真一回撮ったらそこにこう人がおるのが分かって、こう人だかりできる感じですよね、うん。で、俺写真撮るときこうやってこう、こんなんするから、ね、うん、ちょっと決め顔するから、うん、あ、こいつでかい顔してんのかなって思われても、まあ、仕方がないじゃないけど、あ、まあ、うん。そう、もしそれを、その子が通りすがったらそう見えちゃうんかなとも思う。それ俺、ね、その人が俺のことを言ってるのか知らんで。うん、でも、その他の選手がそう、同じ状態になったら、それを見た人、それを見たらその子は、そう見えちゃうかもしれないなって感じ、うん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 、別にそんなつもりもないし、うんうん、受け入れて、うん、まあでもそれってなんやろな、仕方ないことじゃない。だってそれテル君写真求められることの価値があるってことやんか、そこ、それってさ。でそれ例えばテル君がさ、うん、もうこんなにいいキャラクターしてる、いいキャラクターっていうか、まあいい人やんか、どう考えても、はい、だからそれテル君が写真撮ってるから、いやいや無理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 、今忙しいから、そんなタイプじゃないやん。そうですね。だからそれを受け入れて、人だかりができて、と、まあ、まあ決め顔は分からんけど、うん、撮ってるのに対して、まあ顔、でかい顔で歩くなっていうのは、ちょっとそれは酷るような話だな。なんか、顔見んなって思って。なんの顔見んなって。そう。だからね、だからそれ言ったら、まあ、で、かまあ、ラウンドガールの人が、レースクイーンの人のことを批判すんのと似てるんかな。レースクイーンの人がラウンドガールのことを批判すんのと。批判すんの？せえへんと思うけど、まあ状態で言ったら、あ、なんかまあ来てない、その他の格闘家の人らがブレイキングダウンのことを言うの、まあそこはだいぶ差あると思うけど、うん、なんかそういう、だからプロ野球選手が草野球のことをなんか文句言ってるみたいなことに似てんのかなと思う。草野球やってる人が、俺プロ野球選手まだ目指すでって言ってても、まあ別にいいやんって感じ。うん、うん、とかなんかそういうのにいろいろリンクしてくるかなと思う。まあその理論で言ったら、うん、俺例えばプロ野球から草野球に行くわけじゃないですか、うん、っていう風に俺思ってないんですよ別に。あ、ブレイキングダウンもそもそも草野球と思ってないんですよ。じゃあなんで草野球そんな見られるわけないやん、うん、じゃあなんで見られてるんだ話やん、面白いから見られてるやん、うん、っていうことは草野球界のメジャーリーグかもしれんやん、うんうんうん、やろ、うんうん、俺そこ思うよな。あれや、わかりやすい、野球とソフトボールとあのラケット。何俺の話の腰をめっちゃ遅れてたのに急に意味わからん例えばじゃあラケット、世界人口多いねん、ラケット、この、あ、そういうこと、あれや、あ、多い多い、確かに、そう多い、これあれやったっけ、出てこない、インドのスポーツでしょこれ。そうそうそう、なめっちゃ、そう、それを批判してんのと似てるような。ああ、そういうことか。うん、ちょっとわかりにくいけどな、やっぱりそれ、それで言ったら、あの昨日みくるさんがいいツイートしてたで、あの1分で、うん、あの本気で面白い戦いやつを見せるやつもおれば、面白いことをして、うん、面白いことをするやつもおるし、うん、で、かたや本物の格闘技を見せに来たとかいうやつもおるし、うん、もう俺のことね、うん、だからそういういろんなやつがおってブレイキングダウンなんやと、別にそのくくりがないやん、別にその、わかる、うんうんうん、だからそういう見方でいいんじゃないっていう。だから結局そういう見方できひんのって、まあ俺は知って、というかその焼き餅なんじゃないかなと思ってしまうけどな。俺は結論そこに行き着いてしまう、やっぱりどうしても。いや、なんかその興味ないとかやったら別にフレンでいいやんっていうのが俺の考えかな、うんうんうん、で俺は、俺実際焼き餅焼いたんよ、これほんまにリアルな話、俺は正直話すけど、二人に焼き餅焼いたんよ、俺言ってたやんか、うん、まあ、俺自分自身今試合できん期間があって、二人が活躍してるのは嬉しいけど悔しい、これ嬉しいけど悔しい、この悔しいの気持ちを分解したらこれ絶対焼き餅なんよ。うん、だから、やきもち焼いて、じゃあどうするかってなった時に、まあ、K1、俺辞めたじゃないですか。うん、辞めて、で、すぐ試合はないと。うん、公式戦すぐはないと。言われた時に、うん、あ、じゃあ俺もブレイキングダウン出ようと思って。うん、まあ、話もいただいたんでね。うん、それって、やっぱなんかその、俺はやきもち焼いてた部分があったから、うん、それに近いんじゃないかなって、俺は実体験のもと言える。視聴者の気持ちがってことですよね。視聴者というかその言ってるやつの気持ちが分からんで、全員が全員俺と一緒とは言わんけど、うん、え、そのちょっと話戻るけどね、ルキアは格闘家や、うん、まあそのあの方はライジンガールさんや、うん、
それでもやっぱそう、その団体のあれには思ったりするんかな。いや、俺のことはさすがに言ってないね。あ、違う違う、ルキアのことじゃなくて、その、わかる？どういうことですか？その、言い方悪い、まあ選手っちゃ選手だよ、ラウンドガールさんも。はいはいはい。でもその、ブレイキングダウン選手のでかい顔すんなと、そのまあラウンドガールさんがやっぱそう、やきもちみたいに焼くんかな。あ、そういうことか。うん。あ、それ、あ、わかったわかった。わかった。じゃあ、その子は、うん、多分もしかしたら格闘家がめっちゃ好きなの。格闘家をめちゃくちゃリスペクトしてて、で、格闘家はイコール、強くて努力してるやつが、うんうん、存在的にでかくあるべきなんやと、いうふうに思ってるんやと思う。うんうんうん、要するに、そこの努力をすっ飛ばした奴らが、うん、そういう、なんかちょっと生きて、だから俺が言ってることとちょっと似てんのよな、多分。俺最初言ったんやんか、ブレイキングダウン出るときに。だそれにちょっと似てんのよ。うん、でも俺が言いたいのは、すべてを一括りにすんなって思う。うん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 、その発言で全員がそう見えるようになってるから、うんうんうん、確かに確かに、それを言いたい、うん、まあでも何やろ、あのライジングガール時代も、うんうん、まあ、本気で思ってるかどうかは知らんし、うんうん、あの何て言うかな、炎上証拠みたいじゃないけど、うんうんうん、まあ、実際そのすごいバズって俺その存在知ったし、その頃、うん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 、だそういう風なのもあるんじゃない、うんうんうん、って思う、うん、だからまあ真相はちょっとコラボでもしますか、うん、おー、これ見てっていうか、見てることが分からんけど、多分これを見た視聴者の方がそのライジングガールの方に送ってくれて、はい、でなんか話聞きたくない、普通に。そうですね、うん、なんか俺普通に対談したい、うん、どう思って、なんでそう思ったんかっていう、その全員、うん、その俺が言いたいのは、うん、全員をそのクリーンせんといてっていうのはマジで思うわけ俺、うん、そこはなんか Twitter とかも SNS って結構フェイクが多いしね。まあね、まあ、本物の発言も多いけど、うん、こう思ってないことでそう自分を伸ばしたいっていう人も多いしね。まあそれはある。うん、まあでもすごいな、実際その、うん、ラウンドガールのその発言一つで、うん、まあ俺、まあ、YouTube やってるやんか、うん、とかとそのコラボしたいとか言わせるその一つの発言で、うん、確かにすごい、それってすごくない？確かに立っててスラッとして綺麗で可愛いだけじゃない存在感を作った、うんうん、そこは俺すごいと思う、すごく、うん、確かに確かに、だから、まあ、だから対談したいと思わせた、うん、っていうか、うん、別に上から言ってるんじゃなくてこれは、うん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 、確かに。そうなったらジョリーは、でも僕もね、正直そのラウンドガールに言われてるから腹立つっていう感情っていうよりかは、うん、今ルキア君が言った意見の方がでかい、うん、すごっていう、うん、やんな、はい、やっぱそうなるわ、すごの方が勝ったっす。でもなんかあのジョリーも分かると思うけど、なんかブレイキングダウンってさ、その慣れ合いはしてないけどブレイキングダウンのこと誰かをいじられたりしたらちょっとなんか何なんか分からん、ブレイキングダウンの選手の気持ち分からんやろみたいな仲間意識みたいで、あ、僕は朝倉未来、あ、ないんや。俺は朝倉未来が、その、世間的になんかその、格闘家じゃなくて結構いじられた時とか、やっぱブレイキングダウンの、まあ、リーダーじゃないけど、やってる人やから、うん、やっぱりその仲間意識っていうか、そういうのは出たりする。でも、その、運営だったりとか、うん、戦ったことある選手とか、てるくんが言われてたら、うん、その気持ちはそうなりますね。やね、腹立ちますね。そう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 。確かに。俺がルキアのことをいじって、もう今格闘がちゃうやんとかいじって笑い合うのはいいけど、ルキアが外から言われるのはムカつくね。ああ、そういうこと。うん。うん。確かに。なるほど、なるほど。ルキアさんも一緒っすか？何が？テル君とジョリーが言われてたら。いや、俺は、今テル君は別にその言われてないやん、正直。そもそも。別に何も、テル君に対する悪い意見ってあんまりなくて。あんまないっす、ね。まあ、ジョリーに対しては結構あるわけ、今。はい、世間は。まあ、千秋さんとやるってのもそうだし、ライジン目指すって、その結構、だから、海賊王に俺はなるぐらいの、ジョリーは結構でかいことを言うタイプやからさ、俺と一緒で。だから批判来る理由もすごいわかる。だから、でもそれは、もう、どう思うかって言ったら別にムカつくとかな。いや、別に己の力でひっくり返すっていう。それしか思えへん、俺は。で、それをできるやつやと思うし。だから、そうあってほしいし。うん。なんか、行動、並べた結果、最近インスタのフォロワーもテレ君と張ったっす。あ、増えてきてるよね。半分ぐらいやったんですよ。へぇ、 1.2 万人の時、2万ちょっととかそんなんやったんですけど、今 2.4 vs 2.4 っす。へぇ、増えてきた。すごいキャン、すごい直接的じゃない感じでテレ君ディスるやん。すごい、それお前、そういうわけじゃない、お前増えてないでってことだ。そう、いやでもそうっすよ。肯定されてばっかりだったら、そこに、なんていうかな、刺激がないので、うん、ああ、それはわかるな。うん、確かに。まあ、俺はこの 2.4 万人と仲良くやっていくわ。俺は最近悪口とかなんかそういう批判的なコメント気持ちよく感じてきたっす。いや、それは言ったらまずいんちゃう。めっちゃ組んで、めっちゃ人がいいっす。言えますね。マジで 9.5 度、0.5 度ぐらい見える。それで、うわ、来たって思って
悪口コメント悪口コメントコメントの上に300人がフォローしましたってく書いてるんですよ。そうだから、あ、うわ、ちょっと苦しいな苦しいな、お、300も増えた。かわいい。まあでもそれほんまそうやな。結局な、攻めてる時じゃないとな、人は人に興味持たんのよ。うん、そうですね。これマジでそう、うん、それマジでわかる。はい、うん、こんなこと予想はしてなかったですけど、うん、まあ結果的に嬉しいです。まあ俺も対戦相手もね、あの X でちょっと、まあ Twitter とか見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっとツイート1個出していて、 OK です。あのブラジルのね、選手と試合をする予定というか、もうほぼ決定みたいな形で話に進んでたんですけど、ちょっと対戦できなそうで。え、また流れたんですか。そう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 、まあ向こうが、まあこれどこまで言っていいか分からんけど、俺70キロでもいいよと、俺は最初からまあその選手だったら絶対盛り上がるから、うん、ここで来てめっちゃリスクにさらされるところで、どっちが勝つか分からん試合をするから、俺かっこいいと思うね、うん、ヒリヒリして、うん、あ、そのリスク取れるんやお前っていう、うん、確かに。でもそれじゃなくなり、な、あ、なんかさ、でもその選手はちょっとなんか、まあ最初72キロがいいって言ってきて、さすがに72はなっていう、まあ俺67でやってたから、うん、67.5 か、うん、いきなり階級上げすぎやからそれさすがに、うん、で相手もそのそれこそどこぞのなんていうの、強いプロ選手のとかでいいけど、まあ、トップ選手だからその選手も、さすがにそれ厳しいなっていうので、うん、でまあ言ってたんですけど、ちょっとまあビビっちゃったのか試合が流れちゃいそうなんでっていう状態ですね今。まあ、その X 知ってるけど結構楽しみしてたよな俺らも、うん、確かに、うん、いやもうこれは、うん、まあ多分もうみんな出てるから誰か分かると思うけど、うん、人にまあ話すじゃないですか、うん、例えばスモーサーさんとかに、うん、あの試合どうなったんとかやった時に、うん、あ、この選手になりそうですって、え、マジで、うん、それ1分間でなだからどうなるみたいな、うんうん、めっちゃ気になる今で、ね、ベイブレードみたいな試合になるんちゃうか。確かに スタートゴーシュポシッみたいな。確かにいやほんまその世界だって、2人ともすごい、まあ向こうは超パワー系、剛腕系やけど、うん、俺は多分そのスピードとパワーと、うん、まあ、殺傷能力系やもんねって、うん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 、で俺は蹴りできるし、うん、だどうなるかほんまに分からん試合やと思うの、うん、ほんまに俺も正直、まあもちろん勝つつもりではおるけど 100% 絶対勝てるとは言い切れへんというか、うん、あのそんぐらい怖さがある選手だったんや、うん、だからまあほんま本心としてはそれやりたいと思ってるんで、俺別に負けることについて全然怖いと思ってないし、だからいい返事聞かせてくださいっていうのをね、あのツイートしたんですけど昨日、これすぐだから動画結構早めに出してほしい。そうですね、うん、っていう感じですね、うん、まあどっちにしろ最初俺が発言した、まあ、本物のパフォーマンス格闘技を見せるってことに対して俺は全く触れてないんで、それを見せれる最高の相手と、試合をしたいと思います。まあでもな、ルキアはまあ難しい立場だって、他の選手ってさ、まあいろいろ契約があったりするやん、まあ、そう、出たくてルキアが望ましい選手欲しくても向こうも出られへん時もあっちゃうとか、まあ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 、あったりも、もう関係なしにして、もう世界で見たら誰とやりたい、ブレイキングの1分もうほんまの理想。え、でも俺その選手やったかも。結構俺もマジで、うん、悲しいね。いや普通に自分が戦うとかじゃなくて、あの、あ、違う違う、自分が、うん、アンポルキアっていうのを、うん、アンポルキアがお客さんとして見た時に、うん、その選手やってるシーンってめっちゃ面白いから、うん、普通に面白いでしょ、うんうん、あとやっぱり、うん、俺も今回出るにあたってちょっとアンケートみたいなの取ったんですよ、うん、あのインスタグラムのコメント欄で誰と見たいっていう、うん、そしたらなんか800コメントぐらい来て、うん、こんな来ると思って、でもそのうちの300から400ぐらいはやっぱりみくるさんでしたね。朝倉みくる選手と見たいですっていう、そこなんや、そう、それが一番多かった、正直日本人選手っていうか、いや選手は、だからまあ俺としてはまあ、ミクルさん2月出る予定やったやんか、うんうん、でまあそのライジンのその試合があるから、うん、そっちに専念するっていう、うん、まあ、それももちろん俺めちゃくちゃ正しいと思うし、うん、だからなんかそのミクルさんがタイミングじゃない時に俺が例えば勝ち続けてれば、うん、どっかでやれたらすごい盛り上がるんじゃないかな。確かに、まあ見てみたいな、うん、まあ、俺佐々木君とやったし、あ、ほんまや、総裁のね、逆にミクルさん誰とやるんかなっていう、確かに以外でっていう風な、体重もあぶしておこう、うん、あ、そうなんや。ただまあ向こうはね、MMA ファイターなんでね、うん、それで俺が立ち技でやってくださいって言うのもダサいかもしれない、うん、だからまあ難しいところではあるけど、正直、うん、俺の方がだってあの立場的には絶対下になるんで、うん、だからまあ難しくは思うけど、まあ俺個人の意見としては、まあ俺の意見としてはやりたいかなっていう気持ちはあります、ね、面白そうな、うん、まあ、今年のアンポルキュアチャンネルというか、まあ、全員そうなんやけど、ほんまに漢字一文字で表したら攻めるっていう字だと思う、マジで。そんぐらい攻める年だと思う、うん、はい、
ということでね、はい、そんな感じでブレイキングダウン批判についてというか、まあ、世論の、まあ、意見について、まあ、俺らが思ってる意見というか言葉を言いましたけど、こんな感じです。